はい、どうもです。どうも、サマトランジスタです。レジです。レジです。はい、今回ですけども、はい、ちょっとこうネクステ4人でコナミに乗り込もうかなと思ってます。まあ、僕はね、何度かね、コナミの方に行ってるんですけど、はい、ちょっと今回4人でコナミに行って直接文句言ったろうかなと思って。文句お願いみたいな。あ、お願いね、しようかなと。ちょっと前に生放送でね、パワープロしたんですよね。そこで強い選手作ったんで、僕はもうパワープロに出ることを決定してるんですよ。出ます、はい、本当に出ます。でもネクステとして出ること自体はまだ決定はしてないんですよ。でこれもう交渉次第なんで、もう直接ネクステでちょっと全員で行ったらなんとかなるかなみたいな。乗り込み企画で、ルール上は一応ダメだったけど。そうなんです、ダメだったんですけど、まあ、なんとかしてくださいよ。まあ僕は一応作りましたからね。だってそうだそうだね、はい、頑張って。あと俺あれ以来パワープロめっちゃハマってた。やばいっすね。マジでやってて、めっちゃ強いとこまで行ってるんですよ。正直はい、出たくてしょうがない。あの時の温度感が全く変わっちゃって、本気でちょっと出たくてしょうがなくて、ちょっと訳違ってくるから。そうですね、ガチでパワープロやって、うん、もう名人よりも強いですから。確かにやばいっすね。まあ、PG 作っちゃったね。やばいっすね。普通 PG1 作っちゃいましたね。やばいな、PG1 作ってるってやばいでしょ。 PG1 作っちゃいました、すいません。本当に初めて1ヶ月経ってないでしょ。経ってないっす、ね、やばいっすね。課金もそんなしてないっす。そんなしてないっすね、はい、2万3万ぐらい、はい、の課金でやば PG1 作っちゃってるって考えたら、やばいですよマジで。スーパールーキーですね。ガチ勢ですよ、ガチ勢。ガチ勢すぎでしょ、マジで。ありがとうございます、本当に。本当に楽しくて。いや、やっぱ面白いです。面白い。ちょっと本当にもうちょっと前にやればよかったっていう。多分あれ見てた人もこれちょっと温度感的に、はい、コナミとか案件じゃなくて普通に騙されたと思ってやってみ。マジおもろいから。もう多分抜け出せないけど面白い。中毒性があるんですよね、マジで。マジでおもろいです。理解してくれば面白さが分かるみたいな。やばいっす、やばいっす。だからもし次ね、生配信とかで新サクセスをやれるってなったら、多分相馬さんの多分モチベ全然違いますよ。マジで違うっす。ちょっと貸してみたいな。やらしてってなっちゃうかもしれない。それも込みでちょっと楽しみに、ちょっと楽しみっす。どうなんすかね。そうっすね。いけるもんなんすか。いけますよ。ありがとうございます。任せてください。ありがとうございます。まあ、プロがいるんで、こっちが。交渉のプロが、ね。交渉のプロがいるんで。うん、アシストはするんで。ロケはそこをさ、こう開けたり閉めたりする場所じゃねえから、これ。コナミに行くんで、すごさ分かるじゃない。こいつだけパープリットの興味持ってる。すぐやった方がいいって。うん、別のゲームずっとやってるんですよ、こいつは一人だけ。やってみて一回。まあ、野球がそもそもそんな好きじゃないんですよ。あー、なるほどね。まあ、確かに、そこはでかいかもしれない。そもそも野球好きじゃないですか。それはでかい、そもそもね。それをコナミの前で言うことじゃん。結構優秀なんですよ、お前。コナミは好きなんでね。コナミは好きですよ。コナミのゲームでお世話になってるみたいな。じゃあね、今からね、コナミ乗り込んでいきたいと思います。はい、ではこの扉の向こうにね、おなじみ谷口さんいらっしゃると思うんで、行ってみたいと思います。最新やばい。俺ら初対面なんで。確かに。行きます。おー、お疲れ様です。あー、どうも、お疲れ様です。いや、急に聞いてくれたらいいじゃん。あ、どうも、わかりましたね。ここね、場所が前と違う。コナミの e スポーツの。そうなんですよ。場所で。今日、急遽大人数で来られるって言われたんで、はい、ちょっとこういう場所を用意したんですけど、e スポーツ銀座スクールっていう、コナミの e スポーツの学校の一人ですね。ぜひ今日はここで。変な話してもらえたらなと思ってます。お願いします。お願いします。お願いします。で、今回ですね、前回の生放送を踏まえて、サクセス生みの親の谷口さんに直談判してきたという形で、まあ、おなじみになってきましたけど、いやそうですね。もうこれ3、4回です。3、4回。たびたびめちゃくちゃなこと言って、なんだかんだある程度のところを OK してもらってるっていう関係です。ちょっと求めてるみたいなところあるんで。結構困るのか、怖い。何を言い出さるかめっちゃ困んない。そうです、まあ、結構考えてきたんですけど、あ、そうです。前回の生放送で、ヒカルのパワープロに入れキャラかみたいな。ああ、そうですね。が決定したんですね。はいはい。これはもう OK です。まあ、そこまではね、約束してたところですからね。で、その先で、僕のチームのネクステを、はい、パワープロ内に全員出してほしいみたいな感じなんです。まずこれが今日の1個目の本題です。最初にお約束したところの放送ではできませんでしたけど、2回目をね、そう、自分でやっていかないかっていう。勝手にプレイして、一応あの PG2 以上を作ったらっていうやつだったんですけど、まあ、自分でやって、それを達成しました。そうなんですね。あの、本当にあれびっくりして、まあそれまではね、こういう関係でやりましょうっていう感じだったんですけど、はい、あれは本当にコナミの人、誰も聞いてない状態で、やられて、やるらしいね、みたいなのを聞いて、はい、都会な感じだったんですけどね。でもこっちもやっぱりね、結果出したんで、約束がやっぱり守った方がいいんじゃないかなって、コナミのことを思うと、そういう進言したくなります。いやいや、ありがとうございます。はい、あの放送をさせていただきましたけどね、本当にね、コナミをこう無視してとかね、はい、アイメイク、アイメイクさんもあったんですけど、一瞬がありましたね、コナミがちょっと朝変装出ましたね。この人本当にやるなみたいな、は
で、実際あの生放送で相馬さんほぼほぼ初プレイみたいな感じだったんですけど、そっからガチでハマっちゃって、パートナーに。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。そのワイとモチベーションが全然違うんですね。あ、それは嬉しい。あの前回は正直、まあ、人についてきたって感じなんですけど、はいはい、今もガチガチに緊張してます。正直もう香ばしいですね。いやいや、そんなことないです。いや本当にすごいですよ。プレイしすぎてて、今僕より多分プレイしてて、あら選手だってもうこの1ヶ月以内の間に何人ぐらい作ったんですか。もう20、30。うわ、すごいですね。で、PG 作ってますから。あ、PG1。 え、本当に本当に作ってます。 PG1 作ってるんですよ。すいません、あります。いや、それはすごいですね。結構やばいですよね。いや、なかなか本当できないんですよ。そうなんですか。そうなんですか。本当になんかやってるうちになんかどんどん強くできちゃって、はい、才能なのかわからないですけど、いや、すごい。はい、ゆえにですね。はい、はい、ゆえにです、本当に。そこまでまあやっていただいて、BG4 でしたもんね、はい、あの、はい、放送の時もね、はい、作っていただいたということで、言われていた、はい、ネクステさんをじゃあゲームに出すっていうところね、はい、ぜひこちらも全力で頑張らさせて。うわすごい。いや、でも、本当に勝手にやってくれたんじゃないですけど、まあ、あれは本当嬉しかった。なんですよね。はい、であれご自身の端末だったじゃないですか。そう、僕の端末で、はい。ね、なかなかね。ありがとうございます。マジでありがとうございます。なんか強いね、キャラね、いくら万円かかったとも言っておられましたけど、なかなかすごいなっていう。まずかなりいい武器作ってますね。本当すごい。ここまででも、まあ、僕予測してきたんですよ。はい。ここまでは僕の中で想定の範囲内。ただ、本題はここからなんですよ。え、あるんですか。やっぱり細かいところ決めていかないと、マジで揉めたくもないなっていう。やっぱり動画回ってる時に、いろんなこと決めておきたいなって。なるほどね。ちょっとメモしてたんですよ。うちが弱いところ、映像で残るんですよ。まず、ネクステメンバーがパープル出現するんですけど、これイベントみたいな感じにしてほしいんですよ。あー、そうですね。確かに、ヒカルさんが、まあ、登場する時に、イベントという形で、はい、メンバーの方が登場するっていう形にしましょうか。はい、サクセス内に。サクセス内に盛り上がる形で、敵高校とかで。まあ、人数おられるんで、ヒカルさんは、ね、入れてないなと思うんですけど、さすがにこの大勢の方を全部入れてないするって、なかなか入れないです。まあまあ、それは、なので、まあ、現的に、まあ、イベントで登場するっていう形で。登場をするってことじゃあ、まあ、まあ、出てくるチームとして、はい、出てきます。多分出てくるんで、チームとして、まあ、登場するっていう形で、いかがでしょう。これが結構理想的ですね。ね、だからするポジションどっかね、守ってるっていう。あ、守ってる、守って全員が。はい、それいいんですか。矢部くんと共演できるってこと。矢部くんと間接的な、直接分からんと。まあまあそうです。すげえ。いやいやいや。すげえ。すごいことだね。いや、すごいっすよ。全てのサクセスの中で出てくるんですね。そのイベント中は。でもちょっと実装方法はね、持ち帰り弁当かもしれませんけど、はい。今だったら多分戦国方法で。むしろ出てくるイベント決勝前ぐらいで。うわ。そうですね。どんな形のイベントなのか、まあこれからだと思うんですけど。はい、で、やっぱりその、はい、ネクステメンバー全員出るってなった時に、もうポジションとかの能力も、ちょっと今ここで決めた方がいいんじゃないかな。なるほど。やっぱりそこってやっぱり大事じゃないですか。はいはいはい、で、キャラ化した時に、能力どうなるんだって。確かに。確かに確かに。特に僕らイベキャラ化なんで、能力がちょっと大事じゃないですか。はいはい。行くだけですけどね。はい。はい、まあ、言うだけは無料なんで。いっぱいメモしてきてそうな。トモさんはありますよ。希望ポジション。あ、ポジションね。これ、もしかしたら通るかもしれないですよ。わかんないですよ。わかんないですけど、はい、やっぱりオリックスバファローズ好きで、元々オリックスブルーウェーブからファンなんですけど、やっぱイチロー選手とかやっぱ、やっぱ外野手とかやっぱ緑だし、あ、なるほどなるほど、色は欲しいっすね。よく言えばです、よく言えばです、はいはい、緑で相馬って出てたら、はい、本当にもうそれは相馬ですよ、相馬トランジスタまでいない、相馬トランジスタで、ね、あーチームには聞いておきます。ポジションまだ分かんないってことですね。分かんないですね。みんなどのポジションする。俺ファーストがいい。なぜ、まあ、特に意味ないんですけど、かっこいいイメージあるんで。強打者のイメージ。強打者のイメージ。私、打ち方はベーブ・ルースみたいな。終わったって打ち方してガチガチに流し打つっていうのがピックアップとか見たことないですよ。流し打ついたら、まあ、いいね。まあ、やっぱりキャッチャーね。サードショットぐらい結構長くやってたんで。特能とかもね、今言うだけ。特能で1個だけ今日一度いきます。うわいや、言うこと聞くとは約束しませんからね。新アーティスト、新アーティスト。新だ。新自宅で。初めての。初めての。そんなキャラやってない。俺っぽいのは何なのかな。いぶし銀。いぶし銀。あー、
確かに、ぽいですね。イメージは佐々木選手ですね。キャッチャーならそれつけたいです。外野とチャンス。聞こえもなんの？僕はもう、さすがに僕バッターだったら、プレーするお客さんと対戦できないから、やっぱり僕ピッチャーを、基本的に敵キャラのメインキャラってピッチャーだから。確かに確かに。漫画とかでもね、はい、大体そうです。大体そうじゃん。だからピッチャーなのは絶対で。もっとピッチャーやってたんだ昔、中学生。あ、そうですよね。はい。急速までなんか、155キロ。早すぎません。僕野球やったらそれぐらい行きたい。マイケンさんの放送でしたから、野球やったらです。140って言われてませんでしたっけ。前田さんがちょっとね、僕の進化を見れてないな。オリジナル編集ね。オリジナル編集ね。ツートンから最強やナックみたいなですね。どっちかに分かって一応録画はされてるんでね、前の放送で谷口メモってないじゃないかって言われて、はい、大丈夫ですよ、あの放送で撮れてるんで録画されてる一応見返してる。あと4人なんですけど、はい、裏方で今カメラの前田さんと部屋の佐々木さんいるんですよ、はい、この2人もおまけで出しちゃおうかと思ってます。それはそうですね、ぜひ前田ありがとうございます。ベスト9のうちも6人がもう決まってる。すごいモブキャラ3人のチームだから、えぐいっしょ。めっちゃ嬉しいです。本当に持ってるの？いや、思ってます。喜びからんじゃん。トマックスに預けて一人だけパワープロやってないんだ。兄貴がやるんで、パワープロやってるの見てたんだ。エピソード弱いな。昔から知ってるの。知ってはいない。ぜひ一緒にやってほしかない。そうですよね。そうなんだよね。この生放送を出てやってないっていうのがやっぱダメだ。いやいや、まあ、そもそも本当にあの生放送らへんからガチでやりこんでる。やってみたいなって思っちゃったんですよ。僕サクス本当好きだったんですよ。メイキュー島とかやってた。あー、メイキュー島作りましたよ。メイキュー島面白いっす。そんなメイキュー最初だもんね。未だにやっぱ思い出しますもん。あれをやってて、はい、で、その戦国のサクセス見た時に、はい、このストーリー見てみたいなって思っちゃって、そのやっぱストーリー見れなかったじゃないですか、時間的に、はいはいはい、で、そのストーリー見始めたらもうどんどんやるの楽しくなっちゃって、結構ストーリーも頑張って作ってますからね、戦国もね。すごいじゃん、一個一個サクセスによってストーリー全然違いますもん。そうですね。とかもあったりしちゃって選択肢みたいな。そうそう、あれ後でちょっとね、聞きたいっすね。なんかノーマルルートみたいなね。はいはい、あれノーマルじゃない可能性もいろいろね、こう仕組まれてしてますからね。まあぜひいろいろやっていただきたい。あとなんですけど、イメキャラになるってことで、今のイメキャラって基本的に超特殊能力ってのを持ってるじゃないですか。存在してないんですよ、パワフル上には。カリスマっていう超特殊能力をちょっと作ってほしいなって。カリスマ新しく作るっていう。そうですね、新しく。この機会もないと思うんですよ。僕の人生じゃないと思うんで、言えるだけ言っとこうってことで。なるほど。可能なんですか？可能です。いやいや、ちょっと待って。さっき言ったら、本当に新しい超特殊能力を持って生まれるイベントがいるんですよ。ああ、最近出ましたね。そうですね、いますね。使えないキャラクターにはしたくないんですよ。使えるキャラクターっていうのは前提で、まあ、その上でやっぱり、まあ、新しさ欲しいなってことで。一旦とりあえず新しい超特殊力を持ちます、ね、そして持ちますそして次の質の最近のイメキャラ、これやってるし分かんないですけど、超特殊能力2個ぐらい出るんですよ。僕もそこで行こうかなと思って。あれ、めちゃめちゃ強力なやつなんで1個オンリーワンです。1個オンリーワンでもう1つはピッチャーなんで、これはちょっと何でも言っちゃいいんですけど、はい、もう言うんであれば二次特になる怪盗か怪物級、どっちかでいきますか。そうでしょうね。高速キャラなんで、それは持ってないんですよ。雑用おかしいかなっていうのもあって、まあ、一応ニコ取りが可能。まあまあ、ひどく言いますけど、あとちょっとこれは本当に一つの案なんですけど、パワプロって作成してたら、たまに天才が生まれるじゃないですか。で、ほとんどの人は天才の入部届けっていうアイテムを使って天才を作るんですよ。基本的に天才ってなかなか来ないんですよ。その天才の確率を僕をセットした場合、2倍になるとか。うらステータスみたいな、隠し音みたいなのがあると、やっぱり面白いのかなと思ってまして、天才はね、まあ、なかなか怒んないんですよ、私も数えるぐらいしか怒ってないんですよ、ね、だからそれが2番なんてところで、初戦なんですよ、一応、裏設定でそういうのもあってみたいな、チームはビビるでしょうね、それは。盛りだくさん、はい、しかもそれも谷口さんのせいになるからね、やっとか、やっとかしない、一応、希望として、理由だけ言ってるって感じです。はい、まあ、そんな感じで、能力的には。まあ、あとはお任せで、コントロールの時に振っても大丈夫です。2人でもないんで、元が。はい。はい。それなしで。そこはいいんだよ。それなしで。だから、その代わり、弾だけは大丈夫です。そうなんです。はい。実際そうなんですか？実際スタミナないです。ああ。コントロールは分かったです。確か。あと、怪我もしやすい。まあ、怪我しやすい。G で大丈夫です。G で大丈夫です。あんな得で。はい。まあ、できたらヒカルさんのキャラを多くの方に使っていただきたいなとは思ってるんで、はい、イベントとかでなんか撮れるように、いや、それはそうですね、したいなと思って、でも手に入るっていうのは絶対欲しいですね。
たくさんサクセス頑張るとかスタジアムを頑張ることで絶対に SR が手に入れますよっていう、はい、っていうのが絶対欲しいことです。そういう風にして多くの方に使っていただけたらなと思いますけどね。あとはもう一つ思ってたのが最強キャラっていうのがやっぱさすがにいるじゃないですか。カーブロンとかサクセスだけ現環境で、はいはいはい、テンプレでこいつ強いこいつ強いっていう本番アンドとかいかに進むとか、はい、強いんですよ、はい、いるんですけどその辺よりはちょっと下でおさすがにそのレベルになっちゃうとやっぱり本当のパワープロファンから反感買ったりすると思う。なるほど。あやっぱりさすがにコラボキャラなんで、あそこはちょっと低いんですけど、ただオンリーワンの能力を持ってると。まあっていうかね、ものももし実装されたとしたらなかなかそういうキャラはいませんので。そうなんです。だから高校によってはテンプレにもワンチャン入るけどっていうぐらいじゃないですか。使えるけど最低ではないぐらい。本当にパワープロのユーザーもいろんな方がおられるんで、はい、コラボキャラを絶対必要にすると、まあ、結構怒られたりするんで。そんな感じの、まあ、強すぎない、でも、はい、普通に強い、ぶっ壊れじゃないぐらいのアリションですね。そうですね、結構個性的なものにおそらくなると思うんですよね。そうですね、全部これが通るんだったらそうなります。それをこう、まあ、狙う時に、はい、からそのセットするぐらい。そうですね、あれはずるずるちょっと配慮する配慮ないよねそのあたりはねこれはもう絶対希望なんですけど PSR まで作ってほしいんですよ。エアリティがあって、選手にPSR までのイベントキャラっているんじゃないですか、はいはい、PSR は存在してないんで PSR は絶対に欲しいです。だって50までいけるようにしてほしいですね。僕が50を作りたいと単純それだけです。 PSR になったからってめっちゃ強くなるとかじゃなくてもいいんですけど、一応それは可能な状態で50にしたい。50にしたいです。だからガチャとかに出たいですね。ガチャにねガチャに出ますか。ガチャでもイベントで取れるからガチャにはまあそこはちょっと持ち帰り検討ですね、はい、イベントで頑張りまくったら PSR50 で作れるのもいいですよ。ああそれはロマンありますけどね。確かにこれはみんなやるでしょうね。確かにちょっともう立て付け的にできないかもしれないですけどチームには相談もしますけど、あっこれなんです。ほんと分かんないでしょうねえらいこと言ってるからね。ぶち込みすぎですよ。パワープロユーザーめちゃめちゃいるだろ。ほんとにやばい、めっちゃ人気だからな。それをこんな言ってるってだって命知らずだよ。その代わりやっぱ貢献しますっていうことが確かに約束できるんですよ。まあそうですね、今回ほんと2回目の放送とかね、ほんとありがとう。おかげでちょっとアプリのやっぱりね、はい、見たところもありますよね。盛り上がるためにもやっぱり僕のイベントキャラが弱い状態でできてしまうと盛り下がっちゃうとコナミに思ってのあーいやーでも逆にこれをコナミ側からやっちゃうとおいおいおいコナミこんな強いキャラ作って問題起こすなってなるじゃないですか、うん、で僕が言ったら僕に来るじゃないですか。だからやっちゃっていいんですよね。いや やっちゃっても何かあってもこれヒカルに言われてたから何してたの脅されてたから仕方ないよこれはってあいつが悪いよってするんですから。これ右の子をこっちに飛ばしながらっていうそこまで考えます。なるほど。これは光ってる分にはいいんだね。いや大丈夫です。僕はうまくいますね。これ全部僕は燃えないです。多くの人に喜んでもらえるからそれは強いキャラの方が絶対いいですよ。まあ確かに強くなかったらそれだってデッキに入れようと思わないじゃないですか。デッキに入れる価値があるキャラにしてほしいですね。そうですね、盛りやすく強くいいところのバランスとかです。はい。でまああとプラスアルファでやっぱりその僕をセットすることでなんかお得なキャンペーンじゃないですけど、例えば僕をゲットしてプレイするとプレイし終わった後にゲドウ君もらえちゃうとか。ああ、まあレベルアップに必要なやつですね。はい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 、そうですね、がたくさんもらえる。50回だから1回やることに1体だから50回やれば50体もらえるとか。やっぱそのレベル上げ大変なんですよ。その新規なんて分かると思う、はいはい、新規って一番大変なのゲドウ君だったりする。このゲドウ君金ゲドウが、まあ、僕をセットしてプレイする50回プレイしたら50体もらえたらめっちゃでかいじゃないですか。あ確かに金色だけに。そうです、金ゲドウで、はい、まあ、これも本当に100回でもいいんですけど、あえて半分50回抑え込んでます。それはコナミのため。はい、コナミそうかなこれはでもまあ間違いなく喜びますよ。まあでも一貫のあるんですよね。この前もそうでしたけど、これから始める人のためにとかいうところそれ大事提案してくれるんで、そこはね、嬉しいなと思うんですよね。一番やっぱ新規の人が入って盛り上がるのが大事だと思ってて、長い間やってるアプリってなかなか新規取りづらいじゃないですか。取りづらい、なんか入り込みづらいんで、今回僕みたいなインフルエンサー、YouTuber が言えることで、うん、パワプロ初めて知った人もいると思うんですよ。あ、これで今回この人やってみようと思わせられるかどうかがこうコナミの手腕のところなんですよ。なるほど。そこに僕は一石を投じます。あまあじゃあイベントで金ゲドウが取れるっていうのは喜ばれるんじゃないかなと思いますね。はい、特に始めた方は、ね、はい、本当にセンター変なんで。そうですね、いい提案をありがとうございます。はい、まあ本当にここまでだから全部で意見が通って、はい、そのやっぱりねコナミの懐の大きさっていうんですかまだ約束してないまだ約束してないでもやっぱね、器がでかいんですよまあ言ってくるでしょ、バレて言ってるんですけど、結局、認めてください未来は明るいけど、午後になってもったいない
ったりするかもしれないですけど、まあでも新規ユーザーにも優しく、今やってる方たちにもある程度使えるキャラみたいな感じになっていくと思うんで。あ、そうだ、ヒカルさんのラフ、はい、え、お、え、お、え、え、あるんで、あ、僕のキャラちょっと見ていただきます。キャラで出した、お、うわ、ラフ、ラフ、うわ、すげえ、ラフ、すごい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 、すげえ、かっこよすぎる、うわ、え、え、すごい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 、結構ね、目元とかがね、いい感じに、めっちゃいい、すごい、こよ、これでも、強キャラでしょ、これ、こよ、これ強キャラでしょ、え、かっこいいっすね、これめっちゃかっこいい、やば、カリスマだもん、これ、うん、これ強キャラっすね、これ人気出ますね、これはすごいわ、めっちゃかっこいい、すげえ、これ、まあ、目だけですけど、結構ヒカルさんの部長が、いや、すごいっすね、これがだから出てくるってことですよね、これ人気キャラになるんですか、ね、確かに。これバージョン違いめっちゃ出ますね。もう、はい、バージョン違い。髪型変えたら出せるもんね。早く。コーティッシュ、コーティッシュ、キャラ。出ますね、これ。完全に。それが反逆者だから。反逆者だから。まあこれ反響が大きければ考えようによってはありだ、まあ。バージョン違い。そうですね。まあ、その時一緒にセットで。うわ、えとかも、もしくはね。えそうだね、わかんないですよ。マジで全然役所しないですそんなおこがましいですけど、あらせますかすいません、本当に言ってません、ブロッコリーのバージョン違いバージョン違いで全然できます、ほぼさんが何でもいいですよ何でも最近食べるのブロッコリーで分かんない、全く分かんないですねブロッコリーみたいな、本当にほぼさんがじゃなくて違う、本当に髪型こんな感じですよ、本当にいいですよ、本当に緑全く人気ないですね、ブロッコリーをセットしてる時見たことない本当にそんなところですかね、一旦は。そうですね、思ったよりも多くいろいろと要望があったんで、一応盛り上げるために、あ、そうですね、はい、ご提案ありがとうございます一応ちょっと持ち帰ってチームに相談はしていこうかなと思いますね、はい、これ本当決まったら盛り上がりますよ、ね、確かにアイコンとかもだから僕にね、なるわけですもんねえ、あ、期間限定で基本コラボしたね、確かに期間限定になるっすね、なるほど、え、逆に戦火の時どうなるそんなことありますか、ね、それぐらいこれガンダムの香りガンダムの香りちっちゃい出てこいで時間がありますね制作の時間がかかるんですけど、まあ、そういうことも起こり得るかもしれないというか、まあ確かにこの実装は今からいろいろ作っていくんで、おそらく春頃になる4月ぐらいね、へー、ね、まあいろいろね、パープロ新しいサクセスも多分出ますもんね、4月までだったら、あーそうですね、新しいサクセスもいろいろと漫画に、はい、へー、そうか、生放送でしたいですよね、その僕が出てくる回、確かに、あそれを生放送で視聴者と一緒に楽しむ、確かにそれはやりたいですね、それはやっていただけるのはちょっと嬉しいかもしれない、あとは新作としては毎回恒例でちょっとえ生配信で僕たちは楽しませてもらうと、あまあちょっとわかんないですそれぐらいの貢献をしたいと思いますね、やっぱ YouTube に出ることが僕にとって一番の貢献なんで、はい、いろいろやっていただきました、はい、ありがとうございます、どうなりますよこれ、はい、すごいよこれ、あ、そうですね、お年末、確かに年末って絶対ついてるんですよ、確かに目玉キャラ非常にパワフルも決まってるんですね、えいいんですか、え、お見れるんですか、ライバルも出てきたとか、どうぞ、これアスレタスの出てきたんですね、はい、こんな感じに、これちょっと映していいですか、え、これプラス4、え、あ、だからアンコと組んだら6いきますよ、プラス、え、二刀流ですか、これ多分え、かっこいい、配信の時にはもう出てるか出へんかぐらいのやつだと思います、ストレートキャラってなんだこれ、確かに、新しいやつか、新しいですかね、うん、ストレートキラー、え、二刀流キャラとか戦国に、戦国にはかなり強力なやつになると思います、これもだから年末ぐらいに出てきますので、ぜひ楽しみにしてください、ぶっ壊れキャラですか、いやー、まあめちゃめちゃ強いとは思いますけどね、うわ、期待していただいて、これ覚醒なしでパワー上限プライド、すげー、年末ですんで最強キャラの勝利だね、いや確かに、ぜひ出てきた時は皆さん手に入れてください、しかもこれ二刀流なんで今の天国にオプションするってオプションできますね、え、これは結構あれですか、ガチャ引いて何回目とかで確定とかってあるんですか、それはまだちょっと言えません、あー、そう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 、あのピッチャーで出てきたやつがつい、はい、1個前で、そうですよね、うわ楽しみ、これは強いキャラですもんね、絶対間違いない、確かに、野手でも使えるのは熱いな、しかも打撃やから得意な練習が近いです、確かに、名前もね、マインドブレイカーおよびアームブレイカーめっちゃかっこいいな、確かにそうですね、そんなありましたか、ボールこれも新しいと思います、いや、あ
ったやつもあると思いますけどね。エースキラーありましたね、前から。泳ぎってことは2つ手に入れる可能性2つってことですか。どっちかやって泳ぎだから、また泳だったらどっちか選ぶけど、だから泳ぎだからこれ強っ、まあ、どっちも確定かどうかわからないってことだね、多分ね。そうですね、相当強いですよ、相当強いから2個持ちで。確かに上限プラス4持ちやってるんですか、わかんないんですよ。どれだけヤバいか伝えたいね。すごいことだけど、これはすごいキャラですね。なるほど、これが出てくると。まあまだあのゲーム内には出てないんで、今日いいから喋らないんですよね。はい、大丈夫です。喋らずツイートしておきます。キリンポスター出てきた。これがこの動画の配信から前後ちょっとあるかもしれませんけどね。もう配信するには出てるってことですか。出てるかもしれない、出た直後とかそうなのかもしれないですね。おー、なるほど。これはもう多分レベル50取りますね今。これするやろ。意外とお前さんの方が早く取ったりする。まあ、もうちょっとやるアーサー。まあ、前さんのキングアーサー、キングアーサー50です。本当ですか。はい、しました。そうです、ね、いいなぁ。このキングアーサーってのは今最近出てきた、まあ、最強キャラの一人です。まあ、投手のめちゃくちゃ強いですね。はい、それがもう50だから、多分さっきも表彰とカメラ込めてるとめちゃめちゃ嬉しいだろ。いや、めっちゃ嬉しいっすよ。めっちゃ嬉しいよね。投手でも使えるんですよね。いや、そうだキャラ。そうですね、投手デッキにも刺されるフェインカ球。あ、でも投手の上限アップないんか。だかどっちか出したら出したかな。でもやっぱ二刀流だから確かに。まあまあね、かっこいいしな。これ来ましたね。そうっすね、はい、みたいな。だからこんな感じで僕出てくるってことでしょ。そう、うわぁ、そういうことやもん。4月頃に、およびについて出てくるってことでしょ。うわぁ、すげぇ。カリスマおよび、カリスマおよび、およびカリスマカイド、はい、約束してませんか。いや、これすごいな。だって新しい特能だったら、はい、まあ、まず絶対にやってみたいもん。ですもんね。そう、まずつけてみてっていうの絶対やりたいもんね。かっこいいでしょ、特徴の名前が。カリスマ、はい、ダイヤは言ってませんからね。新特殊なので査定引く方はダメでしょ。そう、400さんっていっちゃうもん、それは言おう。まだ査定もね、強めで。いい日になりましたね。そうですね、春頃に出てくると思いますんで。秋もありますけど、新シナリオ、パワポケのシナリオを制作しているんで。パワポケ来るんですね。やばいっすね、実はね。へぇ、ちょっと楽しみにしてくださいね。マスク、野球マスク、野球マスクはパワポケじゃないですもんね。野球マスク出てきますよ、パワポケ。焼きマスクがパワーポケに出てました。そうですね、そうですね。焼きマスク今回は全然出ないですね。あれは言えません。前は言えない。焼きマスク、まあ、気持ちましたね。あ、そうだ、焼きマスク。これ焼きマスク出るんだったらね、やばいでしょ。カリスママスクも確かにね。カリスママスクもね。すごいな、すげえな。このシナリオの追加情報で、1月の16日だったかな、ワープラップの大会があるんですけど、そこで追加の情報を発表しようかみたいなことになってるんで、まあ、その情報もちょっとキャッチしていただいて。なるほど、はい、でこれね、ワープがやってて思って一番すごいところが、ほとんどのアプリって大きなアップデートってそんなにたくさんないじゃないですか。新作説が出る頻度3ヶ月に1回とか。そうなの、うん、ゲームを新しく作り直してるようなもんばかりだから。そうですね、確かに。だから3ヶ月に1回新しいアンダーロングのやつ出るって結構やばいですよ。私だったらもう1年に1回その97年版みたいな感じで出たりとかして、それがやばい。だから飽きないって、ちょうどもうこのシナリオやり尽くしたらぐらいのとこに出れるみたいな。結構そこうまくできてるって思う。いや、もう制作チームはもう必死のポストやってますから。あと俺はやっぱ言いたいのは、やっぱ俺もパワプロやってなかったその配信まで、はい、でもやっぱ昔パワプロやってた人で、はい、やきまやってない人って多分いると思うんですよ、はい、そういう人は本当に一回黙ってやってほしい、はい、やったらマジで多分昔やってる人はもう確実にハマるんですよ。昔サクセスやってた思い出ある人はもう確実に面白いんで、これ騙されたと思って本当にやってほしい。まあスマホがあればね、無料でできますね。しかも今石100個ぐらい買いました。あ、そうですね。いろいろね、キャンペーンも、だから新人に優しくなってるんだよ、やっぱり。だからまあまあ、やってない方はぜひちょっとやってみてください。そうですね、いつでも始めれますんで。やっとってもらえると僕のあのパワープロ生配信を一緒に楽しみます。軽く貸し取ってもらえると助かりません。こういうの説明する難しいんですけど、本当に俺らテンション上がっちゃうしね。いや、そうなんですよ、どうしても次の多分そうなんだ、全然違うんですよ。そうだから本当にまたコメント読めなくなっちゃうから、俺が本当俺まで読めなくなっちゃう。まずいことになるね。本当に楽しんじゃうから、本当に楽しんじゃうから。でも本当にやってくださってるっていうのは本当に嬉しくて、 PG とかすぐに作れないじゃないですか。いや、絶対無理です。そうなんですよ、それをやってくれるし、できなかったらご自身で配信まで。本当にもう次だから PF 作ってくれる気持ちで。いや、やめない、やめない。あの人たちはもうよくわからない、我々のもう想定の何倍も上行ってますからね。そうなんですよ、ね、まあ、パープル側が持ってなくて組み合わせのデッキとか作ってるってことですね。我々もなかなか 100% 計算できないところは、そうそうそう、このゲームは
すごいね。すごいですね。俺も見ちゃう。やっぱ PF とか作ってる人やるすごいけど、やめますよ。前より超える。そうですね。PG4 より超える。いや、それ相当きついです。続いて目標ね。番組が終わらなくなりますよ。いや、そうそうそう。マジで言うと、300万再生取るって言ってる。いや、そんなレベル。そんなレベル、そんなレベル。新しいサクセスで取るのは確かにむずいっすね。そもそもほとんど課金せずにここまで来てるんで、もっとだからその、課金せずとも PG は作れちゃうんですよ。作れちゃう。確かに。多分2万くらいですよね。いや、本当にリアル2万ぐらい、ヒカルがくれた2万、ヒカルがくれた2万、使った2万円で使ったわけなんで、僕では本当に楽しくやってたんですよ。普通にパワープロアドレスハマったら、多分それでヒカルが喜んで、いや、だったらもう気にした方がいいっすよって明治さんは何年もやってるんですか。ピンできたらいいっすか。そんな人多いですよ。どういうの、そんな人多いんじゃないですか。うまいと思う。うまいと思う。愛いんですね。愛いです。愛いです。多分谷口さんの名前でキャラ作りますよ。相馬さんがめっちゃやり込んでくれてるのが非常に嬉しいと思います。いやー、そんな本当に面白いゲームを作っててありがとうございます。本当にいやー、でも嬉しいですか。本当に、いや、本当に面白いですよ。ピッチャー作るならどこの方がいいかもね。ありますよね。でも戦国もやっぱいい。戦国のピッチャーはね、かなり強いです。結構思ったより制作チームはね、多分野手向きかなと思ってピッチャーは皆さん PG7 とか走ってる。結構作っていきますな。すごい、7やん。なんか西徳よく取れるらしいです。俺も作ったんだけど、なんかピッチャーでめっちゃ関係ない話なんですけど、はい、2個ぐらい取ってもやっぱなかなかね、PC まで行かないよね。ピッチャーは、まあ、上限を突破しないとなかなか PC 行かないってことだよね。ああ、そうですね、いろいろありますね。マイさんのキングアーサー使ったんですか。キングアーサー俺取っちゃったんだよ、実は。あ、そうなんですか。俺は配布のやつで運用が当たったんですよ。へぇ、だから当たったんで、だからキングアーサーやめてほしいけど、フレアに戻して。俺フレア持ってないから、フレアに戻してすぐ。キングアーサーの覚醒がやばいんですよ、PSR の。覚醒してる。毎日全部させるんで。いやでもプレイも持ってないからな、どうしようか。プレイします、じゃあ。いやー、どんな悩むんだろう。そうそう、自得用でプレイヤーいるんで、はい、プレイヤー強いですから。そうそう、強いですね。あんまり今強くないんで、なんだっけ、無口のやつじゃ、名人みたいなやつ。その二刀流の、なんか隅田みたいな名前の人で、なんか筋肉と、怪物球威を覚えるやつがいるんですけど。大田と、はいはいはい、あと古谷と、川村と浅上。あー、違う違う。で、はいはいはい、その二刀流2個作るってやってるから、本当朝すぐ戻してほしい。持ってるからよ。うん、ごめんないけど。すぐ戻して、なんかこれをやってると、BSR50 個言ってるけど。俺はそれじゃないんだよ。母さん持ってるとフレイ戻してくれ。俺は言ってるよ、ほんとに頼むよ、ほんとにもう見たから、うん、すごいね、だからすごいから、ごめんね、ごめん、ほんとにすごいから、ほんとこれガチでハマってる。いやいや、ほんとありがとう。いやいや、そこまで言ってたけど、ほんとめちゃめちゃ楽しい。だから次回の生放送、もしやる気があるんだったら相当持ちが高いな。ロケマサワ以外、全員高い。はい、まあ、ちょっと谷口さんといろいろ話させてもらって、まあ、どこまで実現するか分かんないですけど、まあ、でも8割以上は多分実現していくと思うんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにしてください。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、いい話できましたね、サマさん。いやすごかったっすね。いや、本当にすごかったっすよ。いや、すごいこと、よくあれだけぶちかわしたね、本当に。一応最後にね、カメラ回ってたところで、もちろん当たり前のことだけど、このパープルユーザーにもうちゃんとね、キャンペーンするようにと言ってました。キャンペーン、まあ、お得なキャンペーン、まあ、例えばあーだったりとか、ね、いろいろあるじゃないですか。はいはいはい、もうそういうのは最低限してくださいよって言っといたんで、うん、そこは安心してください。なるほど。はい、そんなヒカルが出るときにまあまあ、もちろんもちろん、まあ、それかもちろんこの動画が出るときかわかんないですけど、まあ、何かしらキャンペーンはとにかくちゃんとしてくださいねと釘刺しておきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よっしゃー、焼肉行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ロガマさんの iTunes カード書いてあるからコンビニ寄って。マイスさんにね、今日取るわけいかないから ね、キングアーサーマイスに。おばさまいるでしょ、iTunes カード。え、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、iTunes カードこれで。これで。これで。これでいっちゃう。これで。